はいどうも。ちょっとね、手のひらをね、怪我してしまいました。ここね、アストロ&バードフォトグラファーエニフです。今日はですね、カメラニュースということで、話していきたいと思いますので、何卒よろしくお願いします。で、まあね、延々と例のあれの影響が、続いている状況で、毎日毎日ね、そんな感じの報道がされていて、もうね、だいぶうんざりしてきたっていう方も、多いかなと思うんですけれども、カメラの方もかなりね、影響を受けていますよね。まあ、今年はですね、CP プラス2020をはじめとして、そういったね、展示会っていうものが、まあ、ほとんど中止とか、まあ、よくても延期という感じに、なっています。まあね、ここに挙げたイベントっていうのは、基本的には国外ですから、まあ、直接僕が行って、まあ、確認するっていうことはないと思うんですけれども、まあ、それでもですね、国内外で、ほとんどイベントが中止になっているということで、まあ、ちょっとその点に関しては、まあ、寂しいなって感じるところも、ありますね。まあ、これからはですね、5G も始まりますし、どんどんですね、ネットの方で、情報を出していくっていう形になってくるかもしれないですけど、ただね、これはね、古い考えになってしまうかもしれないですが、やっぱりこうカメラとかって実体があるものじゃないですか。まあ、そういうものって触れてみないとわからない部分もあるんですね。まあ、いくら、スペックが良くても実際に持ってみるとなんかこう違うなとか、構えてみるとなんか自分に合わないなとか、そういう部分ってね、どうしても出てきてしまうんですよ。だからこう実際に触れる機会っていうのが減ってくるのは、まあ、ちょっとね、残念な部分には、感じますね。まあ、その分ですね、例えばパナソニックとかは、CP プラスで、本来ですね、開催される予定だった、セミナーをスペシャルコンテンツの方で、公開していますし、まあ、ソニーとかはですね、今後ネット上で、4月の後半あたりに、記者会見を開くと言われていますし、まあ、そんな感じで、どんどんね、ネット上の方で、情報を出してくる感じになるのかもしれないですけれども、やっぱりですね、最後はこう実物を触れて確認したいっていうのが、まあ、心のね、どこかに、僕の場合はありますね。それとこういったですね、イベントだけではなくて、ものにもですね、影響が出ていまして、例えばね、ニコン D6 なんて、発売がこう延期になったじゃないですか。4月から、まあ、一応今のところ、5月に発売予定ということなんですけど、ただね、今年ってオリンピックイヤーだから、まあ、プロ機がね、登場するっていう、まあ、そういうね、流れだったと思うんですけど、そもそもオリンピック自体があるかどうかっていうのが今かなり不透明。なんかね、空気としては、1年後2年後になりそうな感じじゃないですか。で、そうするとですね、この D6 ってね、無事発売されるんかなっていうね、まあ、そんな感じですよ。っていうのも、まあ、スポーツイベントをはじめ人が集まってくるような、ものってほとんど中止になってるわけじゃないですか。で、そういった場所でこう写真を撮る、まあ、プロカメラマンとかの方って、まあ、そもそもね、撮る場所がなくなるっていう形になるわけですよね。まあ、そうなるとせっかくカメラを買っても、まあ、使う場所がないっていう形になってしまいまして、じゃあ買わないでおこうとね、なると思うんですよね。まあ、野鳥とか人がね、対象ではないところでは、活躍の場っていうのはあるかもしれないですけれども、でも大幅にね、まあ、いろいろあって、買う人っていうのは減ってしまうと思います。まあ、それにですね、この先行発売されましたキャノンの 1DX Mark III とかって、まあ、かなり進歩したと。一方でこちらの D6 っていうのは、まあ、やっぱりですね、こうマイナーチェンジ感がちょっと否めないんですよね。まあ、だったら、来年のね、オリンピック、まあ、来年になるか再来年になるか、まあ、どうなるかわからないですけれども、そちらにね、よりブラッシュアップしたものを出した方がいいんじゃないかとか、まあ、そういう流れにあるの、そういう流れになる可能性も、あるわけですよ。まあね、あるいはこちらをもう発売しておいて、ミラーレスの方のプロ機を用意するとか、そういう形に、なってくるかもしれませんね。まあ、とにかくカメラの方にも多大な、ね、影響っていうのは、出てくると思います。そうそう、ミラーレスのプロ機といえばですね、まあ、先週ね、そのかなりキャノンの RF マウントに関してはお話ししましたけれども、プロ機がですね、用意されているということで、それがですね、多分来年ぐらいに出てくるんじゃないかなと。もしね、今年、オリンピックがなかったとしても、キヤノンはね、そちらの方で、対処してくるのかもしれません。ただね、もう 1DX Mark III ってライブビュー撮影だったら、
まあ、実質ミラーレスみたいな感じですよね。まあ、それを 1DX Mark III のファインダーを、まあ、EVF に変えるだけでも、まあ、それでも完成なんじゃないかなっていう領域で、まあ、ただね、実際ね、僕はプロではないんでわからないですけど、まあ、そういった1秒争うような現場で、まあ、使えるものになっているかどうか、まあ、それがですね、なんか性能とかよりも重要とか聞くんですけど、まあ、プロに関してはね、僕はちょっとわからないですね。まあ、所詮アマチュアですから。はい。それとですね、レンズに関しても、F2 同士のズームレンズ、まあ、これをね、拡充する方向なようで、例えば14から 28mm、そういったものも計画されているようですね。成形写真とかにね、良さそうですよね。まあ、14mm といえば、まあ、シグマがね、F1.8 というものを出しましたけれども、まあ、それに近いような明るさを誇るレンズということで、まあ、ズームはついていますけれども、まあ、成形写真でもですね、まあ、もし発売されれば、活躍すること間違いなし、まあ、そんな感じですね。もともとですね、そのニッパチの方が大三元って呼ばれていましたけれども、まあ、それをね、さらに一段上回るような、まあ、そういうズームのシリーズも、今後ね、出てくるかもしれません。それとですね、EFM マウントに関しても、これもですね、まだ今後、5本ぐらいは計画されているということで、まあ、中にはですね、換算 24mm だからキャノンの場合は 1.6 倍だから、まあ、15mm とかね、そういった単焦点も、出てくると、まあ、そうなってくるとね、なかなかこの EFM も面白いなと。で、M5 Mark II かな、そういったね、話もありますんで、この EFM もですね、ちょっとね、なんていうかな、この RF が出て、影が薄くなってしまっていますけれども、まだね、開発は、されているようですね。はい、まあ、それを聞いてちょっとね、安心しているところです。それとですね、まあ、他のメーカーは、例えばパナソニックとかは、G10 とか、GH6 の話が出てくるんですけれども、これがですね、まあ、サイクル的に、まあ、今年ぐらいになるだろうということです。これね、まあ、ちょっとね、気にかけていまして、っていうのも、新しいですね、そのカメラは、まあ、今年ね、パナソニックから発売されるだろう、ハイエンド寄りのカメラっていうのは、まあ、例えば 6K 動画が収録可能とか、ロー動画が収録可能とか、まあ、そういったものになるらしいですね。で、センサーとかはどうもね、据え置きになるみたいなんで、まあ、これが出たことによって、ちょっと前の方が安くならないかなとか、まあ、思ったりするんですよね。まあ、いろいろ考えると、G9 Pro とか、まあ、自分に合ってるカメラだとは思うんですけど、こういったね、もしかしたら新しいものが出てくるかもしれないということで、まあ、ちょっとね、その様子を見てるところがあるんですよ。で、こういった新しいものが出れば、古いものがね、出て、ちょっと安くならない、ならないかなとか、まあ、そういうことをね、考えたりしてしまいますね。はい。で、それでね、あとは、全部ね、シグマについて話したいなと思うんですけれども、で、まあね、その FP っていうカメラを、発売しましたけど、まあ結構ね、昨年出てびっくりしましたよね。まあ突然だったし、何しろね、このコンパクトボディということだったんですけど、どうやら、まあ、これをベースにして、どんどん、今後カメラをシグマは開発していくということです。まあこれをベースっていうことは、多分小型のボディで、まあそれで、いろんなこうパーツを付け足していって、まあ、カスタマイズしていくっていう、まあ、そういう方針になるんでしょうね。で、いずれですね、そのメカシャッターとかも、廃止する方向なようで、いずれはこう電子シャッターだけになっていくと、まあ、そういうね、見解を示しています。さらに、ホビオンの方も、発売すると、まあ、今ね、開発中ということなんですけれども、ちょっとね、設計とかが遅れている部分があって、ただ、Lマウントっていうのはライカとパナソニックとシグマっていう感じになっていますんで、まあ、他と差別化するためには必ずね、ホビオンは、投入してくるということです。で、さらにですね、これはですね、ツイッターの方の情報なんですけれども、というかまあ、本人のね、社長、本人様の、つぶやきなんですけれども、今後はですね、ほとんどその新製品、レンズの新製品に関しては、DN シリーズになるということです。これはですね、何を意味しているかと言いますと、一眼レフから、ミラーレス用になるということですね。で、特にそのフルサイズミラーレスの方が、要望が多いので、まあ、そちらの方をですね、中心に
に開発していくことになるだろうということなんですけれども、まあ、やっぱりですね、こうミラーレス時代になって動画を収録されることも多くなってきましたから、そこら辺ブリージングとか例えば AF の音とかをより抑えた設計、もちろん代行形化するっていう方向もあるかもしれませんけれども、よりね動画収録にも使いやすくなる、まあ、そういったレンズになるんじゃないかなと思います。まあ、それとですね、一眼レフ用って一応こう 14mm から望遠ではどこまであったっけ、あ、エビフライがあるか、まあ、ヘビフライとかまで入れると 1000mm とかもあるのかな、まあそんな感じで、一応ですね一通り出揃ったので、まあ、次はミラーレスっていう感じなんでしょうかね。まあ、個人的にはですね、最後にその一眼レフ用のサニッパのターン、こういったあたりとか、あるいはですねアートラインでも最初の方に出たレンズってちょっと古くなってるじゃないですか。だからね 35mm とか比較しても、まあ、自分がちょっと昨年使っていたタブロンのやつとかと比較すると、まあ、やっぱね若干古さを感じるところもあるんですよね。まあ、性能を見てもちょっとね今となってはもう少しねアップできるんじゃないかなって感じている部分もありまして、まあ、リニューアルもですね望みたい部分ではあるんですけれども、まあそのあたりはですねこうミラーレスでやっていくと、まあ、そういう方向なんでしょうね。まあ、ひとまずはですね多分ソニー E マウント、そして、自社の、L マウント、さらにはですねEFM マウントとかもその APS-C 用ですけれども、まあ、どんどんね、拡充していくという方向で、いずれはですねその要望とかは Z とか RF にもあるようなんで、まあ、そこら辺も、充実してくると、まあね、より面白くなってくるんじゃないかなと。また大口径レンズとかが、まあ、そこそこのお値段とかで出てくると、天体撮影の方とかでも使ってみたいですね。はい、ということで、今日はですね、カメラニュースということでここまでお送りいたしました。これぐらいで今日は終わりたいと思います。それでは失礼します。さようなら。